それでは今日の計算機数学1の授業を始めたいと思います。で前回は計算機 その基本構成ということについて紹介をいたしました。で今回からですね、もう少しその計算機で実際に数学を扱う内容に入っていきますけれども、まず数値の表現ということについて、見ていきたいと思います。計算機は基本的に数値を扱いますので、じゃあ計算機でどのように数値が扱われるのか、っていうことを知ることが、計算機に即したアルゴリズムを作る上でも重要になります。で、この数値の表現に関してはテキストですと12ページから始まっておりますので、必要のある人はそちらも同時に見ながら、確認していってください。でまずこの数値を扱う上では計算機ではそのビットとかバイトとかワードっていう概念がどうしても出てきますので、これらについては前回の授業で説明しましたので復習しておいてください。で今後ですねその話計算で話をする中では1ワードを N ビットと置いてその話少し抽象的な枠組みで話を進めていきます。であと、もう一つ大事な点としてその今後 その計算を考える際にはその加減乗除などの基本演算をそのワード単位で考えるということをします。でこれはその前回その計算機 の構成についても時にも少し説明しましたけれどもその計算機 そのハードウェアの演算というのは基本的にそのワード単位で一回一回の演算を行うということですのでそう思いますと、こちらの数学を考える上でも、そのワード単位でその演算の回数を考えるというのはリーズナブルだというふうに思われます。で、あと、現実のですね、その我々が扱う数値と、それからをですね、その計算機の、ビット列のデータに変換したりとかあるいは逆に戻したりするのを符号化とか複合化っていいますけれどもこの方法にはですねいろいろなやり方がありますのでここでは詳しくは述べませんけれども大事なことはその我々が扱う数値とそれからコンピューターでその表現する符号の間には1対1対応があると。そういう1対1対応何らかの1対1対応を定めることでその我々がその現実の世界で扱う数値をその計算機で実現しているということにだけは注意しておいてください。で、まずですねやるのは整数をじゃあ計算機上でどう表現するかという話をしたいと思います。で特にここで強調していくのはその2の歩数という概念について説明します。でまずですね一つ押さえておくのはその現在ほとんど全ての計算機ではですね二進法で数を表します。非常に現在では当たり前なんですけれども歴史的にはその二進法以外の進法を使った計算機というのも存在はしていたようです。僕も詳しいことはあまり知らないですが。興味のある人はそのコンピューターの歴史をいろいろ調べてみると面白いこともあるんじゃないかと思います。でそれからと、先ほど1ワードは N ビットにしますという、1ワード N ビットで抽象的には表しますということを言いましたけれども、ここから当分の間はもう少し話を、具体的にするために1ワードは32ビットとして話を進めていきます。でまずその整数の中でも一番基本的なその計算機の整数の表現というのが符号なし整数と呼ばれるものです。でこれはその名前からしてですねじゃあそのうち符号がつくんだろうっていうふうに皆さん想像されると思いますがその通りでして符号はないものが我々の世界ですとその自然数に相当するようなもので一番基本的なものと言っていいでしょう。でそこでまずですねここに箱を並べましたけれどもこれは前回ですねそのメモリのメモリをこう表示したときにビット列をこう並べますという話をしましたのでこれを B の0からですね途中省略していますが B の31までその32個の箱を並べて
その一つ一つの箱に1か0という数字が入ることで、まあ、1ビット、それぞれ1ビットを表すんですが、まあ、こういったことでその整数を表現することにします。でそして、まあ、我々がそのこちらで表している数を、まあ、V と、したときに、この V をそこの32ビットの、そのメモリでどう表すかっていうことを、まあ、決めるんですけれども、まず、この B0 から B の31ですね。この BJ っていうのはまあ0か1の値を取ることにしましょうと。でそれで、じゃあ V はどう定めるかっていうと、まあ、こんなふうに定めましょうというわけですね。で、これは、まあ、まあ、受信数でですね、我々、のよく表す数っていうのは、まあ、1の位、10の位、100の位っていうふうにして、10の、べき乗の位ごとにこう、桁をつけて表しておりますけれども、まあ、計算機でも同じことをやると。ただし、その奇数、ベースがですね、10から2に変わっただけで、最初が1の位、B0 が1の位ですね。B1 が2の位と。B2 が2の2乗だから4の位。B3 が2の3乗だから8の位というふうに、まあ、2のべき乗の位で位取りをして、まあ、そこに0か1が各桁に入ることで、まあ、この整数を表すということがまず基本になります。そうしますと、一応まあ、その今コンピューターで表すこの二進数による符号なし整数の表現と、それから右辺は我々が使う十進数での表現というのを比べてみましたけれども、まあ容易に想像つくと思いますが、まあ、0と1は二進数でも十進数でも表現が等しいんですけれども、まあ、その2からだんだん変わってくるわけですね。で最終的に1を32個並べたその二進数というのが十進数では2の32乗マイナス1という形で、まあ、こういう数で表せると、に対応するということになります。ここまでいいでしょうか。まずこの符号なし整数というのが一番基本の表現になります。で、じゃあ今度はですね、そのまあ符号なしの整数で、まあ、表せるものもありますけれども、現実世の中符号がないとこういろいろ計算に不便なわけですね。例えばその、皆さんの中にもその家計簿をつけている人もいるかと思いますけれども、家計簿にはその収入と支出の概念がありますから、そうすると収入が支出を上回れば残高は赤字になるわけで、その赤字に対応する数値は負の数字ですから、そうすると計算機でも負の数が扱えないとちょっとこれは使えないなってことになりますよね。そうするとまあ自然にじゃあ符号のついた整数を扱おうという話になるわけです。そうするとその符号の付きの整数をどういうふうに扱うのかっていうことを考える必要があります。で、用意するものはですね、先ほどと同じようにその1ワード32ビットのそのビット列なんですね。で、まあこれがこれでその符号付きの整数 V を表したいということなんですけれども、まず必要なアイディアというのは、符号の情報を何か加えなければならないということですね。正か負かっていうのを表す何らかの情報を加えなければならないと。そうするとそれにまず1ビットを使うということになります。でこれから説明するのはその符号の情報を、まあ、符号がついているっていう情報をどのように加えるかということで、まあ、いくつかのアイデアを示します。でこのですね、よくこの31番目のこの一番上のビットを符号ビットと呼ぶこともあります。で符号付き整数には主に2つの表現の仕方があります。で1つ目は今紹介しました符号ビットを使った表現です。でもう1つはその2の歩数による表現です。で実は現実にはこの2番目の2の歩数による表現が広く用いられております。でちょっと最初概念でとっつきにくいかもしれませんが重要な概念ですので、まずこの授業でこの2の歩数の表現を、もし初めて聞く人はマスターしてほしいと思いますし、一度やったけど忘れたという人はぜひもう一回復習してください。まず最初に、その、符号付き整数、符号ビットをですね、符号ビットを使った表現について説明します。で、これはですね、まあ、この今、メモリで並べたこの32桁のその二進数が表す数を V としたときに、
ここにありますようにこの31番目 B の31のこの符号ビットが1ならば負の数、0ならば正の数を表すというのが、まあ、この符号ビットを使った表し方で、で、残りの右側の31ビットは、まあ、先ほどの符号なし整数と同じ数の表し方をするというわけですね。そうすると、まあ、直感的にもその、31桁の符号なし整数に、B の31が1ならばそれはマイナスの負の数で0ならば正の数っていうような形でな表し方になります。で、こう見てみますと例えば十進数で、そうか、これ十進数で0ですとこれちょっと曖昧ですね。この符号ビットがあるとプラスの0とマイナスの0と複数存在することになりますので、まあ、その辺の定義の仕方をどう整理するかはちょっとこの表からはまだやってませんから考えなければなりませんが、とりあえず負の数を見ていきますと例えば十進数のマイナス1というのは二進数の1で符号ビットを1をかけたもので、マイナス2も二進数の2に符号のビットの1をかけたものというふうにして、まあ、数えていくわけですね。で、まあ、長所としてはその符号反転が容易です。例えば与えられた何か二進数が与えられたときにその二進数の符号を反転させる際にはただ単純にこの B の31をまあ0から1にするもしくは1から0にするだけでその正負の反転をするというのができます。で、一方でですねその短所としてはこれ負の数の加算がやや面倒になります。でこれは加算とは異なるそのある意味その減算の計算ですね、もしくはプログラムというのは別に必要になるという点がまあ短所です。ここまでいいでしょうか。一応以上がその符号ビットを用いた、フノスのアイデアです。で、次にですね、その2の歩数のアイデアを、説明します。2の歩数は、2つの手順を取るんですけれども、まず、まあ、与えられた n、まあ、n というその二進数が与えられるときに、整数が与えられるときに、これに対してそのマイナス n を表現する方法なんですが、1番目にこの n の n 与えられた n のビットをですね全て反転します。で、2番目にその反転した1の1番目の結果にですね1を加えます。で、v を一応数式で表しますとこういう形に、なっておりまして、でこの B の31っていうところがですねマイナス2の31乗の桁というその、まあ、非常に大きい負の数を表しています。でそれに、この B の0から B の30っていう残りの31桁の二進数を符号なしで加えたという形になっております。ちょっと最初見ると分かりにくいかもしれませんけれども、じゃあ次にその具体的なその2の歩数による負の数の表現の仕方を見てみましょう。例として、1ワード5ビットの数を用意しました。で、まあ、数値が4ビットプラス符号1ビットなんですけれども、まあ、これでそのマイナス9を2の歩数で表してみましょうというわけです。でまず最初に1番目ので、1番目のステップでまず9をですねプラスの9をこの5ビットの中で表現します。そうしますとまあ、右から1の位、2の位、4の位、8の位ってなってますから、この9っていうのは二進数ですと1001っていう形になりますね。で、2番目のステップで、これらの全部のビットを反転させます。全部の桁の1を0に変えて0を1に変えます。で、そうするとこう10110という表現になりました。で、最後にこの2番目の結果に1を加えます。そうしますと10111っていう数が出てくるんですけれども、これをマイナス9とするっていうのがこの2の歩数による負の数の表現です。で、こういう表現をすると何でこういう表現がその何でしょう数学的にこうリーズナブルかというと、実はもともとの括弧1のですね9の表現とですね、それから2の歩数によるマイナス9の表現っていうのは加えると
0になります。まあ、桁振りなんかは考慮せずに、まあ、とりあえず加えていくと、一番そうですね、上位桁、一番左の桁の桁アフレ、桁上がりは除外すると、まあ、0になるわけですね。ということは、皆さんもその代数などで、その負の数 x に対してその、マイナス x の定義として、x に加えると0になるような数ということで、その過去の逆転というのを言うような定義の仕方をしたんですが、2の個数の作り方をすると、実はその過去の逆転になっているという、そういう演算にうまくなるように、できています。そうしますと、実は先ほどの符号ビットを表したその負の整数の表現みたいに引き算のプログラムを別に用意する必要がなくなるわけですね。あ、すみません。例えば、例えばある数にですね、この9をある数から9を引くっていう引き算をやりたいと思ったら、マイナス9を加えるってことを意味するわけですけれども、そのマイナス9というのをこのような形で2の個数で表現すると、まあ、素直に自然にこのマイナス9を加えるっていう演算が従来の加算を使っただけで表現できます。そういう特徴がありまして、現在のその符号付きの整数においては、この2の個数による表現というのは広く用いられています。というのを今回、押さえておいてください。ここまでいいでしょうか。